今日の調べてみたらは、追跡スクープ、無人販売所泥棒です。ごめんなさい、ごめんなさい。今値上がりが続く野菜や果物、その無人販売所では1日に何人も泥棒が現れる前代未聞の事態が。店にやってきた女が手に取った品物は合わせて230円分、なのに入れたお金は50、60、62円。するとそのわずか30分後、ちょっと待って、足んないよ。今度は別の女が料金をごまかし、さらに、お金払ってません、行きましょう。オーナーが直撃。すると泥棒たちの呆れた言い訳が続出。目の前協定行くとき受けられなかったね。これは遅いって言うんですか。ということで今回は、無人販売所で続出する泥棒は捕まったときどんな言い訳をするのか調べてみました。まず取材班が訪れたのは、東京江戸川区にある肉の無人販売所です。こだわりのカルビやハラミに加え、知る人ぞ知る希少部位など20種類以上のお肉が全部1000円。さらに地元で大人気のつけ麺や厳選されたお取り寄せデザートまで、24時間営業で販売しています。しかしオープンから半年、店にはおかしな現象が起き始めたといいます。それは料金箱を開けるたびに、1円玉ですね。この店の商品はどれも100円単位なのに、1円玉が12枚に10円玉が4枚、半端な小銭が頻繁に入るようになったのです。そこでお店の防犯カメラ映像を調べてみると、ある男の怪しい行動が。7月1日午後5時ごろ、やってきたのは自転車に乗った金髪の男です。店内ではレジ袋を片手にホルモンの冷凍庫へ。扉を開けると、トントロに和牛ホルモンを1つ、その後アイスの冷凍庫へ。500円のカップアイスを1つ、2つ、さらにアイスをもう1つ、合わせて3500円分を袋に入れます。が、料金箱へ入れたのは小銭の音だけ。お札は1枚も入れていないようです。男はそのまま去っていきました。男が向かった画面右の方向、実はその先にあるのは警察署です。なんとこの男、警察署の隣の店で堂々と料金をごまかしていたのです。さらに2週間後、男は再びやってきて、
4500円分の商品を取ると、料金箱に小銭を4枚。その後も男は連日のように現れ、わずかな小銭だけを料金箱に入れて持ち去っていきます。その回数はなんと3週間で5回も。被害額は2万円に上ります。しかも男の背中をよく見ると、また来るね、もう来ないでほしいっていう、捕まってほしいですね。そこで取材班はカメラを設置。店頭からいくら入れたかまで確認するため、料金箱の中にも、お店のバックヤードをお借りして張り込むことに。すると張り込み開始から7時間が経った午後5時半ごろ、店の前に自転車が止まりました。乗っていたのは黒シャツに金髪の男。連日商品を持ち去るあの男に似ています。店に入ると男はレジ袋を取り、1000円のつけ麺を一つ袋の中へ。その後向かったのはアイスのコーナー。500円のアイスを眺め、一つ二つ袋に入れました。合わせて2000円です。料金箱へ向かうと、財布から小銭を選んでますね。そして男が入れたのは、五円玉のみ、全然足りてません。5円を入れた男の背中には、また来るね。やはりこの男、料金をごまかし商品を持ち去っていたあの泥棒のようです。店を去ろうとしています。行きます。連日盗みを繰り返した泥棒を直撃です。すいません、フジテレビです。はい、フジテレビです。はい、お金払われました。今代金は払ったという男。そこで、これでいくら払ったんですか。1000円。そもそも取った商品は2000円分です。本当ですか。一緒に確認とかしても大丈夫ですか。いいです。料金箱を確認するため店へ戻ると、突然スタッフを手招き。すると、商品見ますよ。はい、入れてません。入れてない。はい、入れてないです。商品見ました。一転、商品を盗んだことを認めました。商品見ました。しかし、何回目ですか。3回目。はい、本当に3回目ですか。はい、そうです。商品見ました。正直にと繰り返しますが、防犯カメラが捉えた男の犯行は少なくとも5回。そこで、正直こうカメラ見てもらえば分かると思うんですけど、何台もあるんです。で、お店の人からもこういう人が連日来てるっていう情報もあるんです。本当に3回目です。スタッフが改めて確認。すると、本当に3回目です。いや、待ってます。何回ぐらいだと思います。何度も正直にと言いながら、何度も嘘をついていますが、
盗み続けた訳を聞くと、とりあえずそのお金入るので、うん、生活を持たせるような。じゃあ収入は何ですか？生活な。そこへいつの間にか警察が。実は偶然防犯カメラを見ていたオーナーが110番通報をしていたのです。泥棒は61歳、無職。隣の警察署へ徒歩で連れて行かれ、窃盗の疑いで逮捕。現在も捜査が続いています。さらに他にも、同じ江戸川区内で泥棒被害に悩んでいたのは、新鮮な野菜や果物がずらりと並ぶ無人販売所です。その魅力が、めっちゃ安いと思ったから。他のスーパーで買う、もう本当半額ぐらいで買えるんで。売っているのはいわゆる訳あり野菜。きゅうりは3本、キャベツは1玉で100円、人参は1袋70円というお手頃価格です。それなのに、お、大量に1円と10円玉入ってますね。売り上げが合わず、泥棒被害が増えているといいます。その被害額は5、6万あるのかなっていうところはあるんですけど、なんと年間50万円以上。そこで野菜の無人販売所で張り込んでみたら、張り込み開始から3日目、午後3時15分、外国人の女性がお店に来ました。手に取ったのは1袋80円のバナナ。そして財布から小銭を取り出し、料金箱に入れたのは50、60円と2円。さらに料金が足りないばかりか、別の野菜を素早く取り出し去っていきます。あ、なんか一体何を取ったのか、急いで後を追います。こちら、すいません、あそこで今バナナ買いました。あそこで今これ買いました。あ、さつまいも。女が腕に抱えていたのはバナナにさつまいもまで。去り際に手に取ったのは1袋150円のさつまいも。バナナと合わせて230円ですが、いくら払ったか覚えてます？500円。いいえ、62円しか払っていません。そこでスタッフが110番通報します。野菜の無人販売所から料金をごまかして取っていく方がいて、そこへオーナーも駆けつけました。なんで入れてくれないんですか？230円、持ってなかったら置いとけばいいじゃないですか。すると女は、ね、なんと野菜を戻して去ろうとしています。いや、ダメ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 。ひたすら逃げようとする女。ダメ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 。そこへ警察が到着しました。女はネパール国籍の37歳。なぜ盗んだのか話を聞くと、バナナをいっぱい払う、それダメだからね。以前多めに支払ったから今回は少なめに入れたのだと言います。そんな言い訳が通用するはずもなく、警察署で取り調べを受けることになりました。
これで一件落着かと思いきや、このあとまさかの事態が起こるのです。女の連行からおよそ30分後、高齢の女がやってきました。すぐ近くにはまだ警察官がいます。手に取ったのはまたバナナ、2つで160円です。料金箱に入れたのは、50円。ちょっと待って、足んないよ。警察がいる前で料金をごまかした女。急いで後を追います。お買い物されました。どこで買いました。一回ちょっとそこまでいいですか。ちなみにおいくらでした。160。いました。代金は支払ったという女。そこへ騒ぎに気がついた警察官が。同じですか。ちょっと今料金が違うんじゃないかなと思いまして、警察官と一緒に料金箱を確認すると、やはり入っていたのは50円だけですが、と言いますが、そもそも料金は160円。100円が入っていたとしても10円足りません。すると、10円が足んないのは、10円ないのは、いつもだいたい10円ぐらいは入れてなかったのね。いつも？ほら、ここだからと思って。ここだからって。なんていうの？いいかなと思ってやってたのね。言い訳がありません。身勝手な言い分に警察官も。本当は？本当は？うん。本当は何？間違えないでしょ、これ。はい。ねえ、100円玉1枚と10円玉5枚だったら効果そもそも5枚しかないんだけど。無理がある。女は85歳一人暮らし、年金生活ですが、お金には困っていないと言います。そこへ通りがかったのは、知り合いの女性です。すると女は悪びれもせず、悪いことをしていないと言い張りますが、女はこのあと警察署へ行くことに。しかしここでも、警察署へ行くのは何ですか？何も送ってくれるんですか？本当そういう話してくれるんです。事の重大さをあまり理解していないようでした。さらに張り込み4日目の午前10時過ぎ、黒い帽子をかぶった高齢の男が来ました。自転車に乗ったまま手を伸ばしたのは80円のバナナ。それを自転車のカゴに入れると、袋をかぶせてポケットから今小銭出そうとしてますね。と思いきや、お金払ってません。1円も払わず去りました。泥棒です。お金払ってません。行きましょう。バナナ泥棒を追います。ごめんなさい。今あれ、そこでお買い物としました。何買いました？しかしすぐに、あ、どれですか？あれがないと、あ、今20円足んないから。20円足んない？20円足んないから、うん、今持って渡そうかな。あ、本当に？
無人販売所は後払いできません。そこへオーナーが駆けつけたのですが、ここでもじゃあじゃあじゃあ、ドロップじゃないですか、何でしょう、入れてないから、いや、それ、それ、それ、泥棒って言うんだよ、はい、さらに、盗んだ訳を聞くと、じゃあ、協定、江戸川協定行くでしょ、江戸川協定行くとき、おけれまっちゃったおけれまっちゃったギャンブルで金がなくなったからと言い、いつもバナナをいつもね、なくなっちゃうんですよね、なくなっちゃうから先に取っておこうっていう、一つなかったからね、だから嫌やってね、あまりにも身勝手すぎる理由にオーナーは、では警察で、はい、バナナ泥棒は77歳、生活保護で暮らしているといいます。結局今回の張り込みで発見した無人販売所泥棒は4日間で4人に上りました。人件費をカットすることでそういうふうに安く提供できたらなっていうふうな思いでやってるのにもかかわらず、そこから取られちゃったら我々の方のやってる意味が本当なくなっちゃうよ。こだわりの一品や美味しい野菜をお手頃に多くの人に届けたい、その思いを踏みにじってはいけません。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。4月放送から IT はリニューアル、私青井実全力疾走で頑張ります。調べてみたらや他の大好評コーナーもさらにパワーアップしますよ。はい、皆さんぜひご期待ください。この動画へのいいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。